バレーボール男子日本代表で、来季から V リーグサントリーサンバーズに移籍することを決めた高橋愛、22、が28日午前10時から都内で入団会見に臨んだ。高橋は日体大在学中の21年12月からイタリア一部セリエ A でプレー。23から24年シーズンはモンツァで主力として活躍して、チームの準優勝に貢献していた。写真 スーツ姿でも言われぬ雰囲気キリリとイケメンぶりが際立つ高橋以い背番号12の来季の新ユニフォームに袖を通した高橋は24から25年シーズンから日本でプレーすることサントリーサンバーズでプレーすることを選びました3年間イタリアで挑戦してきましたすごく成長できたことを実感します日本でのプレーを選んだのは新たな環境で身を置き バレーボール選手としてさらに進化するためですと、移籍の理由を説明した。ポーランドやトルコの選択肢もあったが、新リーグで世界からトップ選手の集まる日本を選んだ。また、同チームには兄の類もおり、決める時もすごく相談した。兄がいるということで背中も押された。ぜひ一緒に日本一、世界一を目指したいと語った。サントリーの栗原 GM は、ここ数年、 高橋選手の試合をよく見ていた。彼のような世界で活躍する人材の獲得がクラブの世界一に必要だと感じていた。貴重なオールラウンダーとして活躍してくれると思っていると語った。背番号は12。単年契約で契約金。年俸は非公表もバレーボール選手という職業に夢を持ってもらえるオファー。東京では難しいかもしれないがお家が2つ買えるぐらい。 他のプロスポーツに引けを取らないオファーを出したつもり。